はい、一応ね、できましたね。はい、こんな感じですよ。はい、これがね、はい、大葉、真ん中がタチウオで、一番右がサンド豆、インゲン豆ですか、はい、の天ぷらです。はい、続きまして、はい、これ、手巻きでない巻き寿司。なんか知らんけどね、すぐ作ってくれるんですよ、巻き寿司は。はい、ちょっと一つね、真ん中見せましょうか。その端くれだけ。ごめんなさい、手で。はい、こんな感じ。はい、あ、はい、こっちの大きい方に、はい、今から、はい、はい、あんが入ります。はい、はい、はい、あんが、アマゾン、もうちょっと、これぐらい。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、これ天ぷらね、タチウオの天ぷら、今、はい、一つだけ取ってましてね、今からあんかけるみたいです。はい、あ、ミミちゃんがおるわ。あ、おいしそう。あ、いいね、はい、幸せ。はい、こっち向いて。はい、ね、これ天ぷらがね、いやん、かわいいわね、あなたは。はい、バイバイ。はい、バイバイ。はい、まずこれがしそ、大葉、インゲン、タチウオがね、天ぷら2種類、磯辺揚げと普通ので、ここがね、今ちょっと揚げ直したコロッケやね、これが。そして、はい、これね、手巻きです。手巻き、もう巻いてくれてます。これが、はい、コロッケ、先ほど一緒に揚げたやつ。はい、はい、梅しそ巻きの手巻きです。一応で、トモジーは、この天ぷらにはこのソースをかけます。これおソース、ちょっちょっちょっ、少しだけこうね、いつも上品に。で、うちの、家内はね、天ぷらはお醤油。まあね、天つゆもよう使うんやけどね、まあ、今日はもう、甘酢のあんかけ作ってくれはったんで、それで、はい、はい、お飲み物は、はい、大人のジュースでございます。はい、でね、これちょっとね、お鍋を移さんというとか言ってたけど、もうこれ3日前の残り物でね、はい、大根と厚揚げとこんにゃくと、あと筋肉をの軽く味噌炒め、味噌で炊いたんです。味噌で煮た、はい、はい、炊いた、強風で言うと炊いたんです。はい、以上、これが、我が家の、晩ご飯です、今夜の。はい、では乾杯。あ、じゃあ、じゃあ乾杯や。ちょっと待ってよ。乾杯。はい、乾杯。はい、はい、はい、一応こんな感じでございました。はい、これね、上から撮ったらね、ちょっとアラが出るんで。はい、なんかこう AI が邪魔してカッコカッコになってる。はい、一応こういう感じです。では失礼します。バイバイビー。はい、皆さん、はい、美味しいご飯いただいてくださいね。はい、失礼します。